情報漏洩騒動に見るファブリーズ CM の舞台裏、平野仕様から道江春優への大きな交代。平野仕様の去り、道江春優の登場。今年の8月、なにわ男子の道江春優が、P&G ジャパンのエアケアブランド、ファブリーズの新 CM に抜擢されたことが発表され、多くのファンが大いに喜びました。しかしながら、その舞台裏には、情報漏洩騒動。 と呼ばれる一幕がありました。これは、先代の CM キャラクターであった平野潮からの交代劇がある不可解な経緯で進行していたことを指しています。第1章、平野潮の突然の脱退と渡米への移籍平野潮は以前、パブリンズの CM で活躍していましたが、5月に何は男子を脱退し、ジャニーズ事務所からも退場。その後、 彼は元ジャニーズの滝沢秀明氏が率いるアーティストプロデュース会社とベに移籍しました。これにより、平野は新たなスタートを切り、ファンは彼の今後の活動に期待を寄せていました。第2章、道江春優の新 CM 起用と情報漏え騒動の発端。パブリーズの新 CM は、平野使用版が一時的に公開停止され、その後、道江春優版が公開された。 この一連の出来事には情報漏洩騒動が絡んでいたとの情報が浮上しました。事前に道江春友が新 CM に起用されることが一部のファンやメディアによって予告されていたのです。週刊女性プライムによれば8月26日に XQ ツイッター上で平野から道江に交代するという情報が出回っていたと報じられています。 この情報は P&G の社外費のカタログに道へが写っているとされるもので、キンプリファンを中心に広まりました。一部のファンはジャニーズ事務所に対する怨念を込めて情報の漏洩を訴え、一部ではパブリンズの不買運動まで発生してしまったとのことです。第3章、P&G 側のミスとジャニーズ事務所の吉見影響。 この情報漏えい騒動を受けて、P&G ジャパンは社外費のカタログを外部にローラしたミスを認めざるを得ませんでした。これにより、同社はジャニーズ事務所に貸しを作り、パブリーズ CM においてジャニーズタレント以外の選択肢が限られる事態となりました。これまで良好な関係を築いてきた両社の間に亀裂が生じる可能性が浮上しました。 一方で、ジャニーズ事務所は飛べ入りした平野仕様に新たな CM が決定すれば、これを好奇とみなすことができるでしょう。ジャニーズ側は、情報漏えい騒動を通じて要し、パブリーズ CM において新たな展開を迎える可能性が広がっています。ジャニーズの、にんまり、が漏れた一件。 ファブリーズ CM の新キャスト発表にまつわる情報漏洩騒動は、平野仕様から道江春ゆへの大きな交代の背後に広がる物語でした。ジャニーズ事務所と P&G ジャパンの関係が一瞬揺らいだものの、最終的にはジャニーズ側が吉見影響を受けた形となりました。これが新たな展開をもたらす可能性があり、 飛べ入りした平野耀のファンたちにとっても新たな期待が生まれることでしょう。情報漏洩騒動の余波が騒がれた中で、ジャニーズは、ニンマリとも言える一見を経て、新たな局面に向けて歩み始めているのです。